面白いことがしたいだけ。めちゃくちゃめんどくさいです。しんどい企画です。楽しさの方が上回る。村松 IDO 企画というものを指導します。参加方法はまず概要欄にある私の LINE アットを友達追加してください。その後友達追加した村松の LINE に村松 IDO とだけメッセージお願いします。こちらのメッセージ確認できたら参加者専用ページを無料で配布します。それではオープニングが終わったら村松 IDO 企画のルール説明からしていきます。それでは本編に入る前に一つお知らせです。最近の動画で村松を知ったという方も多いと思いますが、必ずチャンネル登録といいね、通知ボタンもオンにしておいてくださいね。今後の仮想通貨の最新情報を誰よりもどこよりも分かりやすく発信していきます。必ずチャンネル登録、いいね、通知ボタンお願いします。また個人 LINE でも質問は24時間受け付けていますので、概要欄から LINE の友達追加もお願いします。それと私の LINE ではこのような仮想通貨投資のスクールを無料で運営しております。仮想通貨はどこで買えるんですかというような仮想通貨初心者はもちろんのこと、仮想通貨を持っているけどどうしていいか不安な人、とにかく少額からでも送り人になれる方法が知りたいという人、必見の内容となっているのでぜひ受け取ってくださいね。村松 IDO 企画のルール、こちらにある仮想通貨ドージ、ケーキ、ドット、ボンクを毎週無料で配布します。でもただ配るだけじゃ面白くないですよね。村松 IDO 企画と言っているように、今回は本番の IDO 同様にラウンド制を取り入れようと思います。つまり希望者全員に配布をするわけではなく、期限が決まっています。具体的な開催日時についてはこの後解説するんですけれど、第1ラウンドと第2ラウンドというものを用意していて、毎週月曜日が第1ラウンド、そして毎週水曜日が第2ラウンド、そして毎週金曜日に配布という形で行います。で、先ほど期限が決まっているという話をしましたが、第1ラウンドは1分で締め切ります。そして第2ラウンドは5分から10分の間で、私が適当に決めた時間で勝手に締め切りを行います。そして各ラウンドごとに配布するのは10万円分、つまりトークンが4種類ありますので、それぞれ2ラウンドで合計80万円分のプレゼントとなります。それではここからは具体的な開催日時について説明をしていきます。まず7月の1週目は同時のプレゼントです。7月の1日月曜日21時から第1ラウンド、そして7月の3日水曜日21時から第2ラウンド開始です。そして7月の5日金曜日に配布をします。続いて7月の2週目、7月の2週目はケーキをプレゼントします。7月の8日月曜日21時から第1ラウンド、そして10日水曜日から第2ラウンドです。そして7月の12日金曜日にケーキを配布します。そして7月の3週目ドットをプレゼントします。7月の15日月曜日21時から第1ラウンド、17日水曜日21時から第2ラウンド、そして7月の19日金曜日に配布を行います。そして最後に7月の4週目ボンクをプレゼントします。7月の22日月曜日21時から第1ラウンド、24日水曜日21時から第2ラウンド、そして26日金曜日に配布を行います。先ほどもですね、ルール説明のところでしたんですけれど、まず毎週月曜日の21時から第1ラウンドを行うという形です。そして第1ラウンドについては1分で締め切っちゃいます。そして10万円分の仮想通貨を参加者全員で山分けするという形なんですけれど、その1分間の締め切りに間に合った人だけにしか配りません。つまり1分を制した人たちだけで山分けするということです。本番の IDO 同様にもたもたしてたら、これはもう1分なんて間に合いません。村松のメッセージを21時ちょうどに受け取れるようにしっかりとスタンバイしておいてください。また第1ラウンドはたった1分で締め切ってしまいますので、それだけ参加者数も限られてくると思います。つまり10万円分を山分けですから、1人当たり受け取れる枚数というのも多くなると思います。そして先ほどの第1ラウンド同様に、毎週水曜日の21時から第2ラウンドを行います。第2ラウンドは5分から10分間で締め切りたいと思います。締め切り時間は勝手に私が決めます。第2ラウンドの10万円分は5分から10分間の間の締め切りまでに間に合った人だけ、5分から10分を制した人たちだけで山分けをするという形です。そして皆さんお待ちかねのトークン配布日が金曜日です。毎週金曜日、勝者だけに配布をします。で、おそらく来るであろう質問をあらかじめここに書いておいたんですけれど、例えばまあ第1ラウンドに参加することができました、そして第2ラウンドは参加しちゃいけないのかというと、もちろん全部参加して OK です。第1ラウンドの1分を制することができたなら、おそらく第2ラウンドの5分から10分も余裕で間に合うと思います。また参加できたかの確認方法なんですけれど、そちらについてはこの後説明したいと思います。あ、言い忘れてましたけれど、村松チームは参加必須です。全ラウンドに絶対参加してくださいね。7月の1日から7月の24日まで、毎週月曜日と水曜日の21時は開けておいて、全部で8回チャンスがあるわけですけれど、8回とも全部必ず勝ってください。これは村松チームなら余裕ですよね。経験者の意地というものを見せてください。まあおそらくこういったプレゼント企画をやると、まあ初心者の方とか、まあ一部仮想通貨無料でもらいたいだけっていう冷やかしで参加する人もいると思うんですけれど、まさか初心者に負けるはずがありませんよね。村松チームは全員参加必須、8ラウンドとも全部勝てるようにしてください。
ではここからは村松アイディオ企画の参加方法について詳しく解説していきます。参加方法としては5つステップがあるんですけれど、かなり回りくどい書き方してますけれど、めっちゃ簡単です。まずは LINE の追加、概要欄にある投資家村松の LINE を友達追加してください。それから私の LINE を追加したらアイディオ企画に参加申請を出してください。参加申請の方法としては、私の LINE まで村松アイディオとメッセージをしてくだされば、メタマスクの解説方法だったりトークンの追加方法というものを勉強する参加者専用ページというものを無料で配布します。まあ、このようなページですね。このようなページを作成しましたので、まあ、こちらを皆さんにプレゼントいたします。また今回はですね、 LINE 追加してくださっている方全員が参加できるわけではなくて、村松 IDO とメッセージしてくれた方だけにこの企画は開催しようと思ってますので、すでに LINE 登録してくださっている方も村松 IDO と必ずメッセージをお願いします。そして3つ目がメタマスクのダウンロードとカスタムトークンの追加です。まあ、おそらくこの動画を見ている方の中にはメタマスクも持ってないとか、どうやったら仮想通貨を受け取れるかわからないという方も多いと思いますので、メタマスクの解説方法とトークンの追加方法を勉強するページをご用意しました。こちらのページを見てしっかりと勉強をして準備をしておいてください。そしてステップの4つ目としては、ラウンドが開始されるまで待機です。この後当日のタイムスケジュールと流れについて説明をします。そしてステップの5、開始後にフォームにアドレスを記入してください。ラウンドが開始された21時ちょうどにこのような回答フォームを送りたいと思います。こちらのフォームに LINE 名と受け取り用のメタマスクのアドレスを記入してください。例えば同時の場合であれば、7月の1日に第1ラウンド、7月の3日に第2ラウンドなんですけれど、そちら参加ができた方は7月の5日にこちらのフォームに記入いただいたメタマスクのアドレス宛てに同時の配布を行います。ではここからは当日のタイムスケジュールについて触れていきたいと思います。まず村松 IDO というキーワードを送ってくれた方だけに、毎週月曜日20時に村松 IDO 開始1時間前のアナウンスをいたします。そして20時55分開始5分前アナウンスをいたします。そして21時になったら第1ラウンド開始のアナウンスです。まあ、文面と先ほどお送りしたフォームを送りたいと思います。そして第1ラウンドの場合は1分間で終了ですけれど、1分間は閉じないでおきますので、まあ、21時2分頃ぐらいに第1ラウンドの終了連絡をいたします。詳細については参加者専用ページにも載せておきますので、しっかりと目を通しておいてください。では以上で村松 IDO 企画の詳細についてね、説明を終えたわけなんですけれど、そもそもなんでこんな企画をやるのか。投資家村松チャンネルに関しては一人で運営しているんですよ。でまあこういったプレゼント企画をやるときというのは、友達を呼んだりとかして手伝ってもらったりとかはするわけなんですけれど、まあ何百人もの人にね配るのって実際めちゃくちゃめんどくさいししんどいんですよね。でもなんでそんなめんどくさいことするのって言ったら、まあ節税対策です。まあ今年1年結構利益が出ちゃったので、まあいらない仮想通貨をねちょっと整理しようかなっていうような目的もあります。で仮想通貨っていうのは税金の計算がね割とまあしんどいわけなんですよ。まあほとんどね税理士任せにはしてるんですけれど、売っても利益になっちゃうし、交換しても利益にはなっちゃうし、まあこの仮想通貨たちどうしようかなって困ってたんですよ。でまあ捨てるくらいなら配っちゃおうっていうのが今回の企画の開催理由です。先ほど話した理由はただの建前です。まあ税金の計算はめんどくさいですけれど、別に今年やらなくてもいいし、いつかやればいいだけなので、まあガチホしておいてそのまま増えて、いつかどっかのタイミングで利確した時に税金を払えばいいだけですから、別にそんなめんどくさいことじゃないんです。ではなぜこのような企画を開催したのかというと、 IDO のプレセール第1ラウンドで勝たせる練習をしたいっていうのが目的です。超人気 IDO の第1ラウンドというのは即完売してしまうんですよ。私が紹介した IDO の第1弾ペトシの場合であれば、第1ラウンドは1分で完売しました。で道場の場合は割と開いてはいたんですけれど、およそ 3,4 分くらいで完売してしまいました。で今はまだ紹介する予定もないですけれど、いつかはね第3弾の IDO も紹介できたらなっていうふうに思ってます。その日のための肩慣らしとして村松 IDO 企画を利用してもらったり、まあ一番の理由は IDO を楽しんでもらいたい、仮想通貨投資を面白いもの楽しいものだと思ってもらいたいっていうのが理由です。なのでこの企画を通じて、少しでも IDO に対するダークだったりとかネガティブというようなイメージをなくしたいと思って、このような企画を思いつきました。もちろん IDO というのはハイリスクハイリターンな投資です。初心者が IDO 投資をやるなんてかなりハードルが高いです。でもその IDO で何億も稼げているのも事実なわけです。じゃあ稼げるなら全員やればいいじゃんって思うかもしれないですけれど、ほとんどの方がやらないわけなんですよ。で参加しない理由の多くは難しそうだからという理由だと思います。 IDO 怪しいから怖いからという人もいると思うんですけれど、その怖いというのは全然別次元の話です。怖い、不安というのはどこからやってくるかというと、人はですね、自分の知らない未知の世界のことを怖いと思うんです。そもそもIDOのことを何も知らないのに、ハイリスクだからやめておけとか、詐欺が多いからやめておけという人もいると思いますけれど、実際今は法整備も進んでいるので、本当の詐欺案件だったら DEX から注意喚起もあったりします。まあそういうこともね、知らない人が非常に多いと思いますけれど、まあいくら説明してもぶっちゃけわからないですよね。IDOが怖い、周りから詐欺だと言われたら、
どうしても怪しいものだ、怖いものだ、自分のお金がなくなってしまうかもしれないという未知への恐怖を感じている人は非常に多いと思います。でも私はなぜこのような YouTube をやっているのかというと、仮想通貨投資の面白さ、投資の楽しさというものを伝えたいからです。やっぱり人生楽しまなきゃ意味ないんですよ。たくさんお金を持っていればもう遊んで暮らせばいいじゃんと思うかもしれないですけれど、そんなことしてたら人間腐っちゃいます。やっぱり人生楽しまなきゃ、好きなものを好きなことをずっとやり続けなきゃ、自由でいるのが投資家だと思うし、そういう投資家っていうお仕事が一番かっこいいと思って憧れてこの世界に入ったんです。このチャンネルを見ている人たちは少なくとも仮想通貨投資に少しは興味があるということですよね。これから投資家になるなら新しいものを恐れてはいけません。もちろん初めはみんな初心者です。メタマスクって何？トークンの追加って何？メタマスクの解説方法もトークンの追加方法も、そもそも仮想通貨って何かよく分かってない人も多いと思いますし、メタマスクって何なのかもよく分からない人も多いと思います。でもそんな状態からでもしっかりと皆さんが仮想通貨投資を楽しんで稼げるように手取り足取り教えたいと思ってます。そしてこの村松 IDO 企画を通じて IDO というものに興味を持っていただき、仮想通貨投資の楽しさ面白さに気づいていただければ幸いです。仮想通貨経験のある方も仮想通貨経験のない方も今回の企画は大歓迎ですので、ぜひ参加してくださいね。それでは最後に村松 IDO 企画の参加方法について改めて解説して動画を終わりたいと思います。まずは概要欄にある私投資家村松の LINE アットを友達追加してください。その後私の LINE まで村松 IDO とキーワードをメッセージしていただければ参加者専用ページを無料配布いたします。このキーワードを送ってくれた方だけに7月1日から村松 IDO 企画を始動したいと思います。この企画は本当に面白いものになると思うし、絶対に成功させたいと思ってます。なるべく多くの方に参加してほしいと思ってます。特に初心者、この企画を通じて仮想通貨投資の面白さというものに気づいていただければ幸いです。それでは以上で今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価もお願いします。またコメントもすべて返しているので動画の感想などもお待ちしていますね。それと私は仮想通貨専門の公式 LINE もやっておりまして、こちらの QR コードまたは概要欄から友達追加することが可能です。こちらの仮想通貨 LINE では奥塾という仮想通貨投資が無料で学び放題のスクールを運営しております。仮想通貨投資に興味はあるけどなんだか難しそうというような苦手意識を持っている方もぜひ安心してご参加くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も皆さんいい一日にしていきましょうね。バイバイ。